鳥羽マリンターミナルは、三重県鳥羽市鳥羽一丁目にある旅客船ターミナル。鳥羽港の佐田浜地区に位置する。鳥羽市営定期船の敷地とするべく、鳥羽港湾センター、旧佐田浜三橋のすべてと中野号三橋の一部の機能を統合する形で、2011年4月1日の新、鳥羽港佐田浜地区の開港に合わせて開業した。乗船のための切符売り場や、 待合室としての役割にとどまらない多機能交流施設を掲げ、港アシストバの中核施設に位置づけられている。本校では、トバマリンターミナルの前身であるトバ港湾センターについても記述する。交流ホール1階に、券売所や待合室などの集客機能、2階に、ラウンジやデッキなどの交流機能を主に配置し、 飛ばし定期船会や島マリンレジャー本社など事務所機能も有する。2016年7月に行われた飛ば市民と観光客へのアンケート調査では清潔で使いやすいという高評価と旧施設に比べて遠いという低評価があり売店、コンビニエンスストアなどが欲しいという要望が上がった。開業当初は売店があったが2014年に撤退した。施設は 戸橋の所有で戸橋建設課が所管し戸橋開発公社が指定管理者として管理運営する。開館時間は6時40分から20時20分までで年中無休である。交流を監視した3施設と会議室は有料で貸し出されイベントなどに利用される。館内では公衆無線ンフリースポットを開放する。専用駐車場は持たず自動車利用者は 周辺の里浜第一、第三駐車場を利用することになる。駐輪場は無料で30台分用意している。建物は日清設計の設計、土屋、宮崎特別共同企業体の施行によるもので、第31回30県建築賞の一般部門入選作品である。鉄骨造り2階建てで、建築面積981.47平方メートル、 延べ床面積1521.35平方メートルである。整備費用は約4億円。真珠のネックレスをイメージした外観をしており、夜間には真珠部分の LED ライトが点灯し、周囲から夜景として見せることを意識した設計になっている。三重県による津波想定によると、鳥羽マリンターミナルを含む佐田浜地区には、 地震発生から28分後に1から3メートル級、1時間46分後に3から5メートル級の津波が襲来すると想定されている。5メートルを超す津波が押し寄せると2階建ての建物は水没するため、マリンターミナルは津波避難ビルには指定されていない。最寄りの津波避難所は、鳥羽国際ホテル駐車場、または日和山山頂公園となる。 サタハマ・サンバシ・マリンターミナルのサンバシは、旧サダハマ・サンバシから、サタハマの名称を継承しており、市営定期船の公式案内ページでは、サタハマ、サダハマ・ミーンズ・トバ・マリーンターミナルという中期を入れている。ドックは5つあり、最大10隻の船を停泊させることができる。1.2番乗り場を、島マリンレジャー、7から10番乗り場を、トバシエ定期船が利用する。 市営定期船の7から10番乗り場は行き先によって固定せず臨機応変に使用している。なお、8番乗り場と9番乗り場の三橋の間隔は18メートルで強風に煽られて定期船同士が接触する恐れがあるとして、戸橋は同時に接岸しないようにしている。これに対して三橋を整備した三重県は物理的には二隻同時に入れるはずだと反論している。 戸橋のコミュニティバス、カモメバスの前後路線がマリンターミナルに乗り入れている。一部乗り入れない便やマリンターミナルを終点とする便もある。バス停の名称は戸場マリンターミナル。戸橋は、市営定期船とかモメ、バスを乗り継ぐ場合、佐田浜桟橋で乗り継ぎ割引券を受け取って、バス降車時に提示すると運賃が100円引きになるサービスを行っている。 また、鳥羽マリンターミナルから、中野号三橋までの区間は、乗り継ぎ割引券の提示で無料となる。交流広場、カモメ広場とマリンターミナル交流デッキ港アシスト、場は、マリンターミナルを拠点とし、隣接する交流広場、緑地公園と鳥羽駅寄りに位置する、鳥羽マルシェの、軽音施設で構成されている。港アシスの所管は、鳥羽市建設課であるが、 マリンターミナル、交流広場、緑地公園は、飛ばし開発公社、飛ばマルシェは、飛ばマルシェ有限責任事業組合がそれぞれ、指定管理者として、管理運営に当たっている。祭事として、毎年7月の飛ば港祭り、不定期開催の野外ライブ、朝市、フリーマーケットなどを開く。マリンターミナルを含む佐田浜一帯の沿岸部は、法的な罰則はないものの、 釣りが禁止されている。船舶の航行と通行人への安全のためとされる。交流広場はマリンターミナルの西側入り口に隣接し、イベントスペースとして利用されている。朝市などの集客交流イベントのほか、船で離島から来た市民向けの健康診断の会場となったこともある。マリンターミナルの2階と緑化斜面でつながった公園で公募により、 カモメ広場の愛称がつけられている。利用者が散策しながら、戸麦港の風景を楽しむことができるように整備された。面積は7317平方メートルである。公園と斜面は一体的に活用することができる。例えば、斜面を客席に、公園をステージにした野外コンサート会場としての利用がある。アリシヒの戸麦港湾センター港湾センター跡地にある、 佐タ浜第三駐車場奥の建物は、旅館、戸田屋戸場港湾センターは、三重県戸場市賭場1丁目2383番地、4に存在した旅客センターミナル。第三セクター、株式会社戸場港湾センターが、管理運営していた。海陸交通機関の接点となる港湾施設として、1970年に隣接する、 トバパールビルと一体的に整備され、閉鎖直前の2010年には1日約5000人が利用していた。建物は、宇永がみ一建築設計事務所の設計、構造計画研究所の構造設計、宇永がみ一建築設計事務所と飛ばし土木部の工事管理、南館工業の施行によって1970年7月に、竣工した。 鉄筋コンクリート構造一部鉄骨構造の中2階を持つ2階建てで敷地面積3900平方メートル、建築面積1325平方メートル、延べ床面積2200平方メートルであった。佐田浜桟橋に港湾機能が移る前に使用していた岩崎桟橋には1960年8月23日にレストハウスが完成したといい、 その後継施設と見ることもできる。1階に待合室、佐田浜港に発着する各社のカウンター、飛ばして駅線化佐田浜分室、喫茶店、売店、中2階に食堂、2階に観光遊覧船やフェリー会社の事務所があった。開業時はカウンターを含め12の店舗があったが、2005年に食堂が撤退して以降経営状況が悪化し、 閉鎖時には4店舗まで減少していた。設計者の宇永がみ聖一建築設計事務所は各社共通のオープンカウンターを提案したが事業者側が反対したため待合室を中心に各社のカウンターがそれぞれ分散配置されるフロア構成となった。待合室の天井口は6.5メートル、加工のスパンは20メートルとすることで 広々とした空間を確保したことが特徴であり、入り口前に団体客が集合できるプラザを設け、裏手に将来的な拡張用地として暫定的に駐車場を整備していた。床は磁気イルを敷き詰めていた。イベント会場として流木と粘土で作った海洋生物を展示する、鳥羽町並水族館新聞記事などで伊勢島の観光誌を解雇する、 温古地新伊勢島の観光と自然プレイバック店、ひな飾り、雨小屋のクリスマスなどの祭事が開かれた。閉鎖直前の2011年3月4日には地元のミュージシャンによるさよならコンサートが開かれ、マリンターミナルの開業をもって役割を終えた。港湾センターに設置していた公共交通案内システムはマリンターミナルへ移設された。また、 鳥羽町並水族館の企画は、マリンターミナルへ引き継がれた。閉鎖後に、港湾センターは取り壊され、跡地に、沙田浜第三駐車場が整備された。沙田浜三橋1966年6月2日、沙田浜海岸を埋め立て、新港を建設する工事の起工式が、鳥羽市役所で行われた。1969年5月には、 島勝浦観光汽船の鳥場は巡り遊覧船と、鳥場市営定期船の乗り場が相次いで岩崎桟橋から進行へ移転した。同年10月、鳥場港湾センターと鳥場パールビルが同時に着工し、12月26日に、三重県庁、鳥場市開発公社と島勝浦観光汽船、伊勢湾フェリー、名鉄海上観光船の民間3社の出資により、第3セクター、 株式会社蕎麦港湾センターが設立された。翌1970年5月1日に工房していた振興の名称が決定し、佐田浜と発表された。同年7月に蕎麦港湾センターが竣工し、7月21日に開館式を挙行、蕎麦港湾センターと蕎麦パールビルが同時に開館した。1985年12月、佐田浜三橋が 浮キ橋に変更された。この頃、運輸省は長期港湾整備計画を策定、日本各地の港湾で再開発事業を計画し、鳥羽市でも1986年より鳥羽マリンタウン21の調査検討を開始した。これは、アスカなどの2万トン級のクルーズ客船が接岸できる国際観光不当を各とした約五ヘクタールの埋め立てを国、県、市が行い、 民間資金を利用して商業施設などを整備するという計画であった。この中で観光船や市営定期船のターミナルとなる5階建ての国際旅客センターの建設が持ち上がり、島地方と関係の深い交通計画者と第3セクターを設立して運営主体とし、周辺でビジネスホテルなども経営させることを構想していた。旅客センターの建設地はマリンタウン21による 新規埋め立て地ではなく、既存の埋め立て地である、沙田浜第一駐車場を予定していた。1997年に策定された、鳥羽マリンタウン21の土地利用計画書では、ターミナルビルを3階建てに縮小し、株式会社鳥羽公安センターが主体的に建設すると記された。ところが株式会社鳥羽公安センターは赤字が続き、民間出資者が、 増資や新たな負担金の拠出に難色を示したため、2001年に戸橋が主体的に建設するという方針が示された。この頃には、マリンタウン21は、第1期の埋め立てで桟橋を、第2期の埋め立てでクルーズ客船の不当を建造する方針に転換し、第1期は2004年度の完成を見込んでいた。港湾センターは老朽化し、 その前の港には十数隻の観光船が隙間なく停泊している状況であった。2002年になると、三重県は中部国際空港への海上アクセス港を津市に設置することを決め、飛ばしからのアクセスは伊勢湾フェリーが諸崎港から中部国際空港に行き先を変更して対応することになったため、飛ばしはターミナルビル建設計画を一旦棚上げし、三重県は マリンタウン21の第一期工事完了を2008年度に遅らせる判断を下した。しかし2008年度中にも観光せず、2010年度へと再延期された。この間、2009年5月に株式会社と場港湾センターの株主総会が開かれ、マリンターミナルへの移転に伴ってセンターを閉鎖することを議決し、発行していた二万四千株は二千十年中に、 飛ばし開発公社が一株一円で全て買い取り、会社を生産することになった。2009年10月1日付の広報飛場で、ようやくマリンターミナルの基本設計内容が市民に公表された。これによると、設計には離島の生活をサポートする施設、海を体感できる施設、人々の出会いを演出する施設、観光、商業を振興する施設、 港の夜景を演出する施設の5つの基本方針を反映させ、2階建てで延べ床面積は約1370平方メートルとなる予定だとされた。そして2010年3月に建設工事に着工し、2011年2月に竣工した。港湾センターの閉鎖を前に2010年11月から翌2011年3月まで、 温骨神ありがとうとばこうワンセンターと題した最後のイベントを開催した。このイベントは地元有志の主催により1回待合室を開業当時からの写真などを展示を行うメモリアルホールとし、クリスマスや正月飾りなどの季節的な展示を並行して開催するものであった。翌2011年3月5日にさよならコンサートを開催して一連の行事を終了し、 同年4月のマリンターミナル開業と同時に、港湾センターは閉鎖した。開業直前のマリンターミナル2011年4月1日の、鳥羽マリンターミナル、鳥羽交差田浜地区の開業を前に、同年3月26日にオープニングイベントが企画されており、観光センター伊勢島の生屋とバーガーの販売、新三橋から、フラワーマーメイドで、鳥羽湾巡りに、 無料招待などの行事が準備されていた。しかし3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生したため、イベントを自粛し、3月30日に完成式のみが挙行された。4月1日、予定通りに供用を開始した。マリンターミナル開業に伴い、蕎麦ワンセンターを閉鎖し、そこにあった待合施設と定期船事務所がターミナル内に移った。 中野郷桟橋にあった機能の集約も同時に行われ、中野郷事務所をマリンターミナルへ統合し、船積み荷物の取り扱いは原則マリンターミナルとし、坂手駅のみ中野郷でも荷物を扱えることとした。さらに中野郷桟橋では気候便数の削減が行われ、減便分はカモメバスへの乗り継ぎで補うことになった。同年8月にはマリンターミナル周辺で、 自動車の渋滞が発生した一方、中野郷桟橋への気候便の減少による島民の通院、買い物の不便と中野郷地区の衰退が顕在化した。そこで市は港湾センターの跡地を駐車場とすること、マリンターミナル飛ば駅中野号間を結ぶシャトルバスを試行運転することを発表した。このシャトルバスは2012年4月のカモメバスのダイヤ改正に合わせて、 カモメバスの路線網に組み込まれた。2012年3月、中部地方整備局から港アシスト場が認定、登録を受けた。これ以降、鳥羽港祭りは港アシスト場の活動の一環となった。2014年3月、土産物や菓子類を販売していた売店が、鳥羽マルシェの開業により経営が成り立たなくなるとして、マリンターミナルから撤退した。撤退理由とされた。 トバマルシェは同年10月14日に開業し、港アシストバに加わった。2015年10月31日と11月1日に、港アシストバフェスタ2015が、マリンターミナルとその周辺で開催された。フェスタは、伊勢島国立公園指定70周年のプレイベントとして開催され、C 級グルメ全国大会や、トバ出身の山川豊のコンサートなどの祭事が、 行われた。なお C 級グルメ全国大会では、鳥羽マルシェが開発した、サメハルマキが優勝した。ありがとうございます。